11時40分集合にしてるんですが、今40分ですね。あれ僕と三沢さんいるんですけど、3、4、5、4、3、2、1、もう揃った。お昼おなじみ、はい、エキシビジョンですが、今日は三沢さん、はい、ガイさん、はい、で四国のレーサーが再び登場でございます。四国のレーサー再びということで、昨日配信で生配信を見ながら昨年のジャパンカップの愛媛大会エキシビジョンを見てると、はい、その時に出てた四国のレーサーはいますかって質問来てたんで、います。元気にしております、はい、やっております。ということで今日はね、この僕入れて4人で、はい、走っていこうかなと思いますけども、はい、で前回と大きく違うところ、はい、それはトルクチューンじゃなくなったこと、はい、ついに決着がつきました。はい、特にしてなし、してなし。僕はハイパー、僕はハイパー、ハイパー、はい、あ、みんなハイパー、はい、お、みんなハイパー。ヒヤヒは僕は超速 3.5 EX 3.5 EX。 おお、すごいですね。カメラを待たずに全員ギア引っていくという本当、撮影なかしの。さあ、なんか前回のマシン変えた人、はい、変えた点あると、はい、水野さん。いいですか。はい、ハリケーン氷対策のサブローラーをつけました。え、あ、う、あ、前、あ、前、すごい、めっちゃ大変だった。大変だ。この辺にゴニョ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 ってやりながらつけました。いや、本当に今日もあれっすよ、配信始めてからグループ A、 トライアルグループ A はずっとマシンいじってました。ちょっとずっとマシンいじってた。カチャカチャカチャ。あとね、はい、よくわかんないキャッチャータンポをつけてみました、後ろね。まあ、見よう見まね、飛びの姿勢がちょっと変わるかもしれないですね。そう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 、それでね、いいんじゃないですか。やれることはやっとこう、やれることはやっとこう、はいはい、そうそうそう。で、ガイさんは、あんま変わってないです。ローラーの位置をちょっと若干下げ気味にしてきただけです。で、あと、はい、この間タイヤがこう触った瞬間にグリグリ回るようになったので、タイヤを新しく、ホイールでしょ、ホイールを新しくて、ホイールの穴がちょっと緩かったか、そう、緩くなっちゃったので。なるほどなるほど、はい、新しく変えてきました。これもジャパンカップ2024のあれ、これシャフトは何ミリ使ってるの。72切って、切ってません。意外とぴったりなんです。で、中はあれです、スペーサーで、アルミスペーサー、6に割るとアルミスペーサーだとぴったりなんです。なるほどなるほど。ガイさんずっと思ってたんですけど、このフロントスキット意味あるの。あるある。え、全然ある。なんかブレーキ今までこれつけなかったら、だいたいバウンシングでつんのめってブレーキで当たるんですよ。つけてたら2個目でコースアウトして、つけなかったら1個目でコースアウト。ああ、なるほど。ちょっとストレート1枚分ぐらい奥行くってこと。そういう感じ。まあ、効果あるんですね、ガイさんにとって。効果ありますよ、私のマシンでは効果。なるほど、バランス大事ですからね。バランス大事です、ね。以上です。はい、そして四国のレーサー1年ぶりに来ましたけども、生シンも全体的に変えて、結構ガチめだよね。ガチめですね。一番ガチだから。3連用なんで、ちょっと、もうちょっと改造しただけなんで。どうでもいいです、ね。3連用っていうのはうちらに対してのあれでしょ、アドバンテージとか。3連用でも勝てるってこと。3連用でも勝てるっていう振り、タイヤがね、なんか2色ハードとローフ、ハードとローフリーで、外逆なんで、逆になんですよ。へえ、これなんか意味が、前をグリップ怪我して、うん、で後ろは滑る、流すように、流すように。なるほど、コーナーを小さく、もう何だろう、一番ジャパンカップ始まってから説得力ある。どこで行きますか。マシン説明して。マシンはね、僕はね、はい、ほとんど変えてないです。あ、でもブレーキを強くした、強くした、強くしました。やっぱ超速するにすると2周目3周目伸びてくるんで、しっかりとかけたいということで、はい、かけました。はい、ボディはいつ変わるでしょう。ボディはですね、8月です。どんだけ引っ張ったかって話。ボディはまた今度変えます。今度はい、変えます。ジャパンカップ終わるまでには変える。いました、終わるまでには変える。今年のジャパンカップとは言ってないとか言いそう。ジャパンカップ2030 2030 オリンピック以上以上ですから。さあ、じゃあ支給電池交換いきましょうか。さあ、支給電池がもう車検ブースにあります。置いてあります。はい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 、
何でしょうか、何かこう始まる空気を察した方々がいらっしゃいますけども、さらっとやるのさらっとガイさん、電池交換できない？できるできる、いや電池交換は終わった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 けど、スタートレースは電池交換終わった、四国のレーサーに決めてもらいます。あ、そう、四国のレーサーじゃスタートレーンをね、全員の分決めてもらいましょう、はい、どうぞ。自分も含めて決めて、古力さん1で、これが1、はい、はいはい、ガイさんが2、はい、まあ、できてないけど3、4、あ、そう、四国のレーサーが3で、水野さんが4ってことですね全然入らない、あれあれ、ガイさんちょっと、あれ待って待って、これちょっとガイさん、何やってるんですか。電池交換ができない。いや、交換は終わったんですよ、ボディがはまらない、はい、じゃあこの順番でね、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでね、先ほどのスターター、はい、本日のスターター、はい、おっとっと、はい、さあ準備の方ができたらスタートしていきたいと思いますが、あれスイッチどれだっけこれ。黒いスイッチ押さなきゃダメ、これスイッチやんなきゃダメ、スイッチ入れないでコースタートとかダメですかね。はい、では準備ができたので、じゃあ行きましょう。あ、エキシジョンイン愛媛大会、はい、スタートしました。さあ、まず最初のスタートダッシュ、ほぼ互角と言っていいんじゃないか。先頭はどうだ、アリケンコーニから抜けて、あ、トップのマシンは、お、 MC ガイが現在トップで戻ってきた、なんていうことだここで2台が2点やすいやった。さあ、戻ってきたのは空力さんと、さあ、レーサー、もっと愛媛レーサー、いい勝負ですね。さあ、そこで戻ってくるハリケーンコイル、空力さんがやはりスピードでは一つ抜き出ているか。さあ、ここでちょっとバランスを崩しながらも何とかこらえた空力さん、その後ろから愛媛レーサー、さあ、来ると空力さん、さあ、残すのもあと一瞬、これがファイナルアップか。あっという間に空力さんが戻ってくる、ここでグランピーゲンジャーをクリア、空力さんが見事ゴールインダブルと、続いて愛媛レーサー。ただ、あそこで見てた人見選手が、はい、早えなとガチのトーンで早えなと言ってましたので、さあ、ということで愛媛大会、ニューイヤーは配信ありませんでしたけども、ジャパンカップは、ね、あります。そしてリベンジ成功でございます。空力勝ちすぎたな、よくねえな、ちょっと待って企画としてじゃあよくねえじゃん、ちょっともうちょっと頑張らない、頑張らないかんす。ね、再来週北海道大会だからちょっとしんどいかあそこだからちょっとお願いしてみればいいんじゃない、うん、ちょっとスタッフとして呼ばれるっていうのね、9月の末に岡山あ、リアル、めちゃくちゃリアル、岡山はリアル、岡山行けるかもしれない、あと10月のね、熊本と、熊本ね行けなくはない、打倒空力で行かないと、打倒、いやもうちょっとね、なんか、いや、いいですね、待て、敗者ども、敗者どもよ、美しくないじゃん、美しくないじゃん、2ヶ月で2代目に入りましたもんね、確かに、なんだこの批判、どう思う紅葉となったし、どう思う、ローラーが飛んじゃったんで、楽しそうでいいんじゃないですか楽しそうでいいんじゃないですか、全て楽しくやってください、皆さんも楽しみましょう、はいはい、ということでまた次回エキシビジョン、でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。壊れてないけどな、どう見ても失格だな、どうせば失格、コンチが小さすぎますね、小さ、いや認識できる、いや、デュアルリーチ、どこから見てもデュアルリーチですよ、どこからどう見ても